動画をご覧いただきありがとうございます。早坂剛です。今回はアマゾンが反強制的に FBA の設定の変更をしたみたいなので、それをねお話ししていきたいと思います。僕は普段は工場で労働者として働いています。そして隙間時間を利用していろいろやっています。よろしくお願いします。7月からアマゾンで設定の変更が行われたみたいなんです。それは FBA のバーコードの設定がラベルありの在庫にしている人も反強制的にラベルなしの混合在庫になったみたいなんですね。反強制的としたのは、アカウントによってはこの変更処理はされていないみたいなんですね。ちなみに僕は変更されていませんでした。この件の事情は人それぞれだと思います。でもね、一応その確認方法と設定変更のやり方を説明していきたいと思います。まずはですね、セラーセントラルにログインしてください。そうしましたら、右上の設定から FBA の設定をクリックします。そして次の画面に移ったら、画面中央のだいたい真ん中ぐらいですね、 FBA 商品のバーコードの設定のところを見て、 Amazon の商品ラベルと表示されていればラベルなしの混合在庫になっていません。もしここがメーカーのバーコードになっていたらラベルなしの混合在庫になっているので、変更したい場合は右側の設定から変更しましょう。設定をクリックした後の画面で Amazon の商品ラベルをですね選択して変更をクリックすれば OK です。まああまり混合在庫にするメリットってないと思いますので、確認することをお勧めします。参考にしてみてください。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それからメルマガも始めましたので、そちらも合わせてよろしくお願いします。では失礼します。